毎年 150%、200% の成長を続けるハロネットグループ。現在社員数は約200名。3年以内に売上100億、10年以内で売上1000億を目指すハロネットグループですが、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。2007年、株式会社スタイルフリー内でホームページ事業部を立ち上げる。2008年、リーマンショック。300万円ある資金はすぐに底をつきました。まあ、最初はもうすっごい雑居ビルの一室でスタートしたので、求人の人が来てももう入り口を見て帰りたくなるような、そんなようなビルでスタートして、ただもう目いっぱい人を詰め込んで、もう動くスペースも廊下にも椅子を並べるぐらいにして、最後は満タンに人が入った状態で、すっごく綺麗な渋谷のビルに、移った時は、第2章の始まりだみたいなことはみんなで言ってたんですけども。そして2011年3月、東日本大震災、契約の全く取れない東京からの撤退も考えました。ここからだって言った時に、東日本大震災が来てしまって、日本中が営業してたらダメでしょみたいな雰囲気の中で、ただもう一回そこで負けちゃダメだよねっていうところで、そこから一気に成長ができて、じゃあ次に、どうしようかっていった時に、拠点をさらに増やしていくかっていうところで福岡だったと思うんですね。全く知らないこの福岡に初めて行くっていうことで、県民性の違いとかその文化の違いっていうのが結構こう感じてしまって、最初は全然こう数字がまともに立ち上がらなかった時もあったりしたんですけど、前期には福岡が全国ナンバーワンエリアにようやくなったっていうところまで来たので、そういう意味ではこう踏ん張ってくれたその上司たちと、最後こう一番いい結果を出した上司たちっていうのは、結構評価だなっていうふうには思います。2013年、名古屋事務所移転拡充。2014年、大阪営業所開設。僕が大阪に初めて行った時に抱いた感想っていうと、本当に広い事務所の中に人数が2人3人ぐらいしか営業マンがいない、もうこれどうする状況だと。でそこから僕が意識してやったところに関してが責任者の育成っていうところで、結果やっぱり今大阪のメンバーの中から実際に大阪の支店長に関してはもう新卒で初めて責任者が生まれたりですとか、あと福岡の方の支店に関してもその時育てた大阪のメンバーに関してが今任せられています。今まで生んできた責任者がもう本社を超える大きな大阪を作ってくれることを願ってます。